マザー・テレサ、マザー・テレサ、マザー・テレジア、1910年8月26日から1997年9月5日、あるいは、コルカタの聖テレサ、セインツ・テレジア・オブ・コルカタは、カトリック教会の修道所にして、修道会、神の愛の宣教社会創立者。また、カトリック教会の聖人である。本名は、アルーマニア語で、アグネサ、アンティゴナ・ゴンジャボヤジ、アグネス。 アンチゴナゴンエアボイヤギ、アルバニア語で、アニエゼ、アグネスゴンジャボヤジュアンハス、アグネスゴンジャボイジュマザーは、指導的な修道所への継承であり、テレサは、彼女の敬愛した、リジュのテレーズにちなんだ、修道名である。コルカタ、カルカッタで始まった、テレサの貧しい人々のための活動は、後進の修道所たちによって、全世界に広められている。 生前からその活動は高く評価され、1973年のテンプルトン賞、1979年のノーベル平和賞、1980年のバーラとラトナ賞、インドで国民に与えられる最高の賞、1983年にエリザベス二世から優秀修道会賞など多くの賞を受けた。1996年にはアメリカ名誉市民に選ばれている。 アメリカ名誉市民は彼女を入れて、わずか115人しかいない。マザー・テレサことアグネス・ゴンジャ・ボーヤアジュは1910年8月26日、コソボ州、ユスキュプ、現代のマケドニアのスコピエに生まれた。翌27日は、彼女が洗礼を受けたキリスト教徒としての誕生日である。母のドラナ、ドラオーナは、ルーマニア人であったが、父のニコルは、 少数民族のルーマニア人と同系のアルーマニア人の出身でった。父は地元の名士であり手広く事業を営む実業家であった。アルバニア独立運動の当主でもあったが45歳で休止した性的による独殺説もある。彼女は3人兄弟の末っ子であり、6歳年上の姉と3歳年上の兄がいた。姉や兄からはゴンジャ、アルバニア語で、 花のつぼみ、小さな花のいと呼ばれていた。両親はマケドニア地方に住むカトリック教徒であったが、アルバニア人にはイスラム教徒が多く、マケドニア地方には聖教徒が多かったことを考えると珍しい家族であった。一家は裕福であったが、父母は信仰心に厚く、貧しい人への施しを積極的に行っていた。アグネスの幼少時代についての記録はほとんどないが、 小さい頃から聡明な子で12歳の時には将来インドで修道所として働きたいという望みを持っていたと言われる。18歳の時、星座の許可を得たアグネスは故郷のスコピエを離れアイルランドでロレト修道所会に入った。ロレト修道所会は女子教育に力を入れている修道会であった。アグネスはダブリンで基礎教育を受けると 修練女として1931年にインドのダージリンに赴いた。初誓願の時に選んだ修道名がテレサであった。この名前はリジューのテレーズから取られている。1937年に修正誓願を戦慄し、以後シスターテレサと呼ばれることになった。1929年から1947年までテレサは軽かった。 現在のコルカタの聖マリア学院で地理と歴史を教えていた。彼女は子供の頃から地理が好きで、またユーモラスな彼女の授業は学院の女学生たちの間で大変人気があったらしい。1944年には校長に任命されている。上流階級の子女の教育にあたりながら、テレサの目にはいつもカルカッタの貧しい人々の姿が映っていた。 彼女自身の言葉によると1946年の9月、休暇のため避暑地であるダージリンに向かう汽車に乗っていた際に全てを捨て最も貧しい人の間で働くようにという啓示を受けたという。彼女は修道院を離れて活動を行う許可を求めたが、バチカンの修道会管轄庁などカトリック教会の上層部は慎重に評価を行おうとし、すぐには 彼女の活動に対する認可を与えなかった。それでもテレサは自分の信じる道を進もうと決意していた。1948年、ようやく教皇、ピュース12世からの修道院外居住の特別許可が得られた。テレサは修道院を出てカルカッタのスラム街の中へ入っていった。彼女はインド女性のキルシッソなサリーを身にまとい、手始めに学校に行けない。 ホームレスの子供たちを集めて、街頭での無料授業を行うようになった。やがて彼女のもとに、聖マリア学院時代の教え子たちがボランティアとして集まり始め、教会や地域の名士たちからの寄付が寄せられるようになる。神の愛の宣教社会は、1950年10月7日に、教皇庁、ローマ教皇庁によって認可を受け創立され、 1965年2月1日には、教皇調律の修道会の認可を受ける。テレサによれば、道会の目的は、飢えた人、裸の人、家のない人、体の不自由な人、病気の人、必要とされることのないすべての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のために働くことであった。テレサは、修道会のリーダーとして、マザーと呼ばれるようになる。 インド政府の協力でヒンズー教のハイジーンを譲り受けたテレサは死を待つ人々の家というホスピスを開設した。以降、ホスピスや児童養護施設を開設していく。活動の初期の頃は地元住民たちはホスピスに所属しているものをキリスト教に改修させようとしているという疑念を抱いていた。しかし彼女たちはケアする相手の宗教を尊重する姿勢を貫き、 亡くなった者に対しては、そのものの宗教で見取っていた、ヒンズー教徒には、ガンジスガーの水を口に含ませてやり、イスラム教徒にはクルアーンを読んで聞かせる。ケアする、相手の状態や宗派を問わないテレサたちの活動は、世界から関心を持たれ、多くの援助が集まった。1960年代までに、神の愛の宣教社会の活動は全インドに及ぶようになった。 さらに1965年以降、教皇、パウロ六世の許可によって、インド国外での活動が可能になった。インド以外で、初めて宣教女が派遣されたのは、南米、ベネズエラの心手市であった。以後、修道会は、全世界規模で貧しい人々のために活躍するようになる。テレサの活動は、カトリック教会全体に刺激を与え、神の愛の宣教者修道司会。 1963年、いや、神の愛の宣教写真都会などが次々に設立されていった。1969年、アメリカ人のマルコム・マイクックリジが撮ったドキュメンタリー映画、素晴らしいことを神様のために、サムシング・ビューティフル・フォー・ゴッド及び同盟の書籍によって、テレサの活動はアメカのみならず、全世界で知られるようになった。この作品の取材をする中で、 マックリジは、テレサの姿に強い感銘を受け、後に、カトリック教徒になっている。1971年、教皇、パウロ六世は、自らが制定した勲章、ヨハネ二十三世教皇平和章の最初の受賞者として、テレサを選んだ。これを皮切りに、多くの章がテレサに与えられることになる。ケネディ章、1971年、アルベルトシュバイズアー章。 九百七十五年、アメリカ合衆国大統領自由勲章。九百八十五年、アメリカ合衆国名誉市民。九百九十六年、議会名誉黄金勲章。九百九十七年、これらに加えて、数多くの大学の名誉学位を受けた。アメリカ合衆国名誉市民としては五人目。存命中は、チャーチルに次いで二人目。また、アメリカや、その同盟国の政治家。 軍人以外としては、初めての授与である。こういった賞の中で最も有名なものは、もちろん1979年に受けた、ノーベル平和賞であろう。テレサは、受賞式の際にも特別な清掃はせず、普段と同じく白い木綿のサリーと革製の、サンダルという荒な身なりで出席した。賞金19万2000ドルは全て軽かったの貧しい、人々のために使われることになった上、 授賞式の場においては、私のための晩餐会は不要です。その費用はどうか、貧しい人々のためにお使いくださいとも要望した。賞金を受け取った時、このお金で、いくつのパンが買えますかと言ったという。インタビューの中で、世界平和のために、私たちはどんなことをしたらいいですかと尋ねられた。テレサの答えはシンプルなものであった。家に帰って、家族を愛してあげてください。 1982年にはテレサはイスラエルとパレスティナの交換に掛け合って武力衝突を一時休止させ戦火の中で身動きが取れなくなっていたベルートの病院の患者たちを救出している。1983年、高齢のテレサはヨハネ・パウロ二世との会見のために訪れたローマで心臓発作に見舞われた。1989年にはペースメーカーをつけた。 1990年、テレサは健康状態を理由に、総長の辞任を申し出たが、会員たちの強い希望により再び総長に選出される。1991年、優れない健康状態を押して、故郷、アルバニアに最初の支部を設立している。これは、テレサの念願であった。1993年5月、テレサは転倒して、首の骨にひびが入り、 8月にはマラリアに罹患した。9月、カルカッタで心臓病の手術を受けた。1997年3月、体力の限界を感じ早朝食を辞任。1997年9月5日、世界が見守る中、テレサはカルカッタのマザーハウスにて87年の生涯を終えた。テレサが亡くなった1997年には、 神の愛の宣教社会のメンバーは4000人を数え、123カ国の610カ所で活動を行っていた。活動内容は、ホスピス、HIV 患者のための家、ハンセン美容者のための施設、平和の村、焚き出し施設、児童養護施設、学校などである。宗派を問わずに、すべての貧しい人のために働いた。テレサの葬儀は、 1997年9月13日にインド政府によって国葬として総合に行われた。その葬儀には各宗教の代表者が参列し、宗教の枠を超えて尊敬されたことを象徴するものとなった。マザーの棺は陸軍兵によって放射に乗せられ、国葬会場まで行進した。独立の父、マハトマガンジー、初代ネール首相に続き、 マザー・テレサは三人目であった。遺体は、テレサの遺言,言通り、神の愛の宣教社会本部に葬られた。彼女の死は、国家的な損失であるとインドの人々は嘆き、世界の人々も、彼女の偉大な働きを思って追悼した。インドの政治指導者や、首相以外で国葬されたのは、彼女と2011年4月に死去した、サティア・サイ・ババのみである。1997年、 テレサの死後速やかに、劣腹、劣勢調査が始められた。通常は、死後5年を経ないと始めることはできない、規定なのだが、テレサの場合は、生前から、聖女の誉れが高かったことと、彼女の業績を極めて高く評価していたヨハネ・パウロ2世が、前倒しを強く求めたため、例外的に5年を待たずに始められたのである。この例外は、2005年4月に起点した党の教皇。 ヨハネ・パウロを偽意味にも適用された。マザーの劣腹のために報告され、後日、奇跡として認められた事例に、ヒカトリックのインド人女性、モーニカ・ベスラの治癒がある。1998年、彼女は34歳の時、腹部の腫瘍を患い病んでいた。胃に腫瘍ができ、日に日にそれは大きくなっていきました。人々は、私が妊娠していると思っていましたとモニカ自身が、 10回する。尻ぐり、西弁がある州の R、N ボトチャーや医師は、腫瘍は7ヶ月の胎児と同じ大きさだったと証言する。すぐに、手術しなければ、ベッドの上で死んでしまうと思いました。しかし、患者は、ひどい貧血症も患っていたために、手術は不可能であった。医学的治療では治る希望がなくなったとき、彼女は、 神の愛の宣教社会が経営する、死に行く人のための家に赴いた。マザー・テレサの起点一周年の次の日に、彼女はその家の礼拝堂に連れて行ってくれと頼んだ。そこで治癒を願おうと思ったのである。礼拝堂に入ると、マザー・テレサの写真が目に入りました。その時、あたかも一畳の光が私に向かって飛び出たように、感じ、私は体が麻痺したように感じました。 その後、シスターたちは、私のためにお祈りしてくれて、私は眠りにつきました。朝の一時に目が覚めると、腫瘍がなくなっていったのです。その突然の完全な治癒は医者たちを驚かせ、その後にその医師たちは自分たちの診断が間違っていなかったと強調して、あらゆる必要な証拠を提出した。治癒の後で腫瘍を検査するためにした。 小さな外科手術の後さえも見つからなかった。立ち会った医師は、これは私の医師としての人生で出会った最も素晴らしい経験の一つですという。劣腹のための正式な手続きは2001年の8月にカルカッタ、ゲン、コルカタ市教区の特別委員会が報告書を取りまとめ、ローマ教皇庁劣勢省に提出している。 この報告書は、重病や貧困に苦しむ人々に対するマザーの献身的活動や劣腹に値することを示すため、マザーに対する鳥なしの祈りによる奇跡的行為なども盛り込まれており、ページ数は3万5000ページにも及ぶ。劣腹、劣勢には、通常、対象者の死後数十年かかるが、マザーの献身的活動が生前から世界中の 尊敬を集めてきたこと等により、1999年、ヨハネ・パウロ二世は手続きを早める特例を認めた。2003年10月19日、ヨハネ・パウロ二世はテレサを劣服し、副社であると宣言した。通常は、本人の死後、副社の認定を受けるまで少なくとも数十年の審査が必要とされている現状を考えれば、死後六年での劣服というのは、異例の早さであった。 2015年12月17日、ローマ教皇庁はフランシスコがテレサの二度目の奇跡を承認したと発表した。2008年、脳腫瘍を患い既得状態だったブラジル人男性がテレサの取りなしによって回復されたことが奇跡と認定された。2016年9月4日、フランシスコはテレサを劣勢し、成人であると宣言した。この日はテレサの死後、 満19年目を迎える前日であった。クリストファー・ヒッチェンズは1995年に宣教師の立場を刊行し、その中でマザー・テレサを極めて否定的に扱った。また、神は妄想であるの中で、リチャード・ドーキンスは本書の代を挙げてマザー・テレサを彼女は成人ではないと批判した。インド出身のアソシエートエディター。 クリティカ・バラグールは2016年4月にハフィントン・ポストのアメリカ版でザー・テレサを批判した。特別で優秀な白人が有色人種を助けるのだというイメージをインド人や西洋人に植え付けたと主張し、マザー・テレサの崇高なイメージは脆弱化したカトリック教会によって行われたメディアキャンペーンの結果であると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。